私の生まれ育った黒水町。これからお話しするのは、この町で起こった奇妙な話の数々です。こちら渦巻きに呪われている。びっくりした、びっくりしたみたいだね。怒ったのかい？びっくりさせるのは僕の趣味なんだ。渦巻き模様は人の目を中心に引きつける力がある。人を集めてくるんだ。溢れ返った渦巻きを見ている親父は、よかった。私はね、小島さん、まだ渦巻きは。しかし、クローズ町での怪奇現象はこれだけではなかったのです。この街ももう終わりだ。